ここからトンネルに入っていきます。歩道があったのが良かったです。馬車が入れる規模のダンジョンに入った気分ですが、出口が見え始めた。長谷川市内のトンネルと違ってかなり長かった。今回もご視聴ありがとうございました。次回も百獣は君続きます。